頭半分抜け出した。予定通りってことなんですかね、この場合。そうだろうな。なかなかいい加速をする2000だったけど、智之は全ノッチ使い切ってたかどうかは怪しいな。ここから北池袋までのわずか数秒っていう駆け引きが、このレース全体を大きく左右することもあり得るぜ。序盤は2000が有利と見て良いのでしょうか。そいつはどうかな。バトルの立ち上がりで先行できたことは確かに有利なスタートには違いないが、ことはそれほど単純じゃない。ゼロ発進加速ってやつは車のポテンシャルがはっきりと露呈するからな。池袋から北池袋のフル加速で一歩引いた位置からじっくり観察すれば、2000の戦闘力は丸裸だ。こっちの手の内を全て見せたからには、プロ相手に駆け引きで勝つチャンスはまずない。いくら藤原でも運転技術でプロを上回ることは無理だろう。かといって車の戦闘力にもアドバンテージはない。そんな、それじゃあ勝つ見込みは全くないのか。そうとは言っていない。一つだけ藤原にはプロにも劣らないものがあるんだ。俺はそれにかけて圭介ではなく藤原を起用した。負けると決まっているバトルなんてプロジェクト D にはない。着替えたらどうだ凌介。このコース大雑把に4つのセクションに分けて攻略するんだ。スタートの池袋から成増までは狭く低速コーナーが多い。トモさんが勝負をかけるとしたらその先の第2セクション。トモさんぐらいになればある程度の道幅さえあればどこからでも仕掛けていける。第2セクションから先なら複々線でラインの自由があるからな。勝負はこのコースを1往復ってことになってるけど、ここに戻ってくるときにはどれくらい差がついているか見ものだぜ。見通しが悪く狭かった区間がここから急に変わる。有楽町線と副都心線が乗り入れる和光市から福福線の第二セクション。よく整備してある区間だけにセッティングの影響が出やすい。かなりパワーは出てるよ。2000の古いサスペンションでどこまで踏ん張れるか。ここからは長いストレートが続く伏線の第3セクション。どの辺まで付き合うか、この2000。そんなに長くは付き合えない。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。どこで前に出る。どこが違うか分かるか。お前らの走りと友の走り。プロだからって特別な操作があるわけじゃないですからね。基本的にやってることは俺らと同じなんだけど、一連の動作の中から無駄な部分を削ぎ落としていく精度が違うんでしょうね。どうすればあんなになれるのか想像もつかないよな。友さんはやっぱ別格ですよ。あれは天性の才能だから。アホ、そんなもんじゃねえ。速さってやつはぶっちゃけた話、経験の差で決まるんだ。ラップタイムの短縮を常に念頭に入れて走る。プロの時間感覚のシビアさはどんな練習をしたところで走り屋レベルが到底たどり着けるもんじゃねえ。
走り込みの量も質もまるで違う。ドライビングに才能なんてものがあるとすれば、それはないやつよりも少しだけ上達する時間が少なく済むって程度のもんだ。努力の積み重ねをひっくり返してしまうほどの天性なんてありえない。少なくとも俺は一度もそんなものを見たことはない。わかるか大臣さかい、勝ち負けは経験の差だ。お前らが負けた理由がそれなら、友が絶対負けない理由もそれだ。覚えておけよ。昨日今日初めてここを走るやつの走りじゃねえな。大輝がやられたってのも分かる。まあ下手ではないが、分からねえ。こんなバトルに一体何の意味があるってんだ。残念なことだけど、あんた猛力したよ社長。現実ってもんが何も分かってない。バカバカしいぜ。これ以上は時間の無駄だ。こんなところに答えがないことは、やる前から分かりきってたことだ。圧倒的な力の差を見せつけて、この2000の前に出てしまえば、それで終わりだ。橋を渡れば最後の高速区間。ここでついていけなきゃ後がない。頼むぜ2000、お前の心臓が頼りだ。スネークヘアピンでトモが前に出たらしい。どんな気分だダイキ。お前がどうしても抜けなかったあの2000が抜かれたんだ。どうって言われても、改めてトモさんの実力を思い知らされるだけですよ。確かに俺はあの2000を抜こうとして抜けなかった。それどころかこっちが前に出てくればすごい集中力で食いついてくる。トモさんが相手でも同じことができるのか。
まさかな。トモさんは別格だ。俺たちとは違うんだ。俺は D の活動の中で軌道最速理論の完成のために全く違う2つのアプローチで1つの終着点を目指している。 D に2人のドライバーがいるのはそういうことだ。1人は営業運転で培われた伝統的なテクニックを応用し論理的に速さを極める正統派のスタイル。そしてもう1人は全ての定石を無視した突然変異のスペシャリスト。 D 始業という限られたステージを速く走ることに限定した変則的なスタイル。今回の相手は正統派だ。それもとびっきりのな。お前が藤原に対して劣ってるというわけじゃない。走りの質の問題だ。プロ相手に勝てるチャンスはそこしかない。それならそうと初めから言っておいてくれれば俺たちあんなに混乱しないで済んだのにな。それは謝るけど文宏、本当に混乱してるのはあいつらの方なんだぜ。離されずに食いついてくるか。ちょっとした珍事だぜ。ノッチオフで回るコーナー、向こうは立候に入れている。マスコンの刻みを増やして細かくコントロールしている。駆動音の電池だが、そんなことよりもこの2戦は抜かれてから確実に集中力が増してきている。なんだあれ。ラッチ選手すごい。ここに来てようやくコスチュームの意味が見出せた。ただの手落ちにならず安心しました。河川の心配をしてやれよ。1500V だぜ。ですよね。凌介、教えてくれよ。わざわざ藤原をおぶってどんなアドバイスをしたのか。アドバイスはしていない。え？そうか、凌介が先乗りして作り上げたコースの攻略を見せれば藤原はそれをすぐ自分の走りに応用していける。ピンポイントのアドバイスをせずトータルなレベルの底上げをさせるための同調走行だったのか。そういうことにしておきます。よくついてくるもんだ。こそばゆいというか妙な気分だ。別に意外でもショックでもない。2年前の俺でもそれくらいの走りはしていた。コーナーに命をかけたと言わんばかりのそのテンション、昔の自分を見ているような。ある程度の速さを身につけることは素人にもできるけど、それだけじゃプロのドライバーは務まらない。まっさらな車をセットアップする能力、シビアな足回りのマネージメント、完走するため車に負担をかけないドライブ、全ては経験だ。俺はプロになって多くのものを身につけた。俺たちプロのドライバーのテクニックが素人相手に見劣りするようじゃ終わりだから。Nobody
とてもじゃないけど飛び込めそうにない。この人には俺の動きは手に取るように見えてるが、絶対にスペースを空けてもらえない。どうする？見えなければいいんだ。さっき俺がやられた時みたいに相手の視界から消えれば、一つ思いついた方法があるんだ。いない。北坂戸までは確かに後ろにいた。どこかで止まっちまったのか。これは俺の DRC の音じゃない。まさかいるのか、そこに。なんだと、しまった。この真っ暗な軌道を全照灯を消して追ってくるとは。やられたぜ。さすがにこんなのは見たことも聞いたこともない。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりなのか。 D 仕様でしか使えない奇想天外な忍者戦法だ。社長が俺に何を見せたかったのか、だんだん分かった。遠慮しねえぜ。やっと面白くなってきたよ、社長。本気でやらせてもらうか。控えされた。トモさんが。なんだと。笑いごっちゃないでしょ、社長。そう目くじら立てて騒ぎなさんな。ある程度は予想したが、まさかこれほどの2000とはな。8200を想定して車にいろいろ手を入れたことが逆効果だったらしいや。頭のいいのがいるな、向こうには。まんまといっぱい食わされた。ちょうどいいハンデをくれてやったと思えばいい。接近戦ならバトル慣れした友の方が1枚も2枚も上手なんだ。負けないことは初めから分かってる。友のやつも今頃は多分喜んでるぜ。どこでも行けるが、早めに仕掛けて花っ柱をへし折っておくか。よく見ておく。こんなパッシングもあるってことをな。脱線させるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけで、乱れた挙動が回復するまでは立候できない。こっちはただ空いた軌道を全開で進むだけで、イージーに前に出られる。悪く思うなよ。これぐらいは私の世界だ。日常茶飯事だぞ。DRC は2000を再び抜いた。あまりにもあっさりと追い抜きのシーンを見せつけてくれません。 D のドライバーもよくやってるが、相手が悪い。くぐった修羅場の数が違う。からのか、からの馬面はぎ。さあ、2000は再び DRC を追撃。馬面はぎ。残すところ3分の1。逆転のチャンスを伺います。馬面はぎ。川越市を過ぎれば、その先は東上線最高速区間。ここではこっちの方が速いのは下りで確認済みだ。俺が前にいればはっきりと下がる。そっちの車の戦闘力は 100% 把握してるんだ。どうもよ。万が一を考えて奥の手を用意した。こいつを使えばどんな不利な状況でも 100% 逆転できる。しかしだ、いいか、何があっても絶対に押すんじゃないぞ。絶対に押すなよ。
これでこいつを使わずに済むぜ。すっげえ嫌な予感がする。まるで分厚い鉄の壁にぶつかってもがいているみたい。嫌な手応えだぜ。ここ伏線区間がもうじき終わる。ここで離されたら絶対二度とチャンスはない。またそれかよ。プロを舐めるなよ。同じ手は二度と食わないぜ。がついてこねえぞ。なんだあれ。びっくりした。なんだありゃ。2000が全消灯を消して走ってやがる。ついてきてる。こっちからは全く見えない。確実に後ろにいる。こんなことができるもんなのか。一瞬全消灯を消すだけか。照明もない真っ暗な軌道を全消灯を消したままこんな速いペースで走り回れるのか。2000のヘッドライトが消えてる。すごいな。そこまでは教えていない。っていうか何も教えてないけど、これは藤原のオリジナルだ。俺が藤原にかけていたものはこれだ。追い詰められてギリギリの状況で覚醒し進化する。最後まで絶対に諦めるな。 D のエースのプライドにかけても。
こまでやられちゃうな。マジでたまげてるぜ。すげえよお前は。だが狭いこのセクションに入ってしまえばもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。ジムアカツが過ぎてる。スタート直後とゴール直前のあのタイトな区間に入ってしまえば追い抜きは厳しいな。改めてすげえと思ったよ。うちのダウンヒルのエース、プロジェクト D 結成以来初めての敗北ってことになっちまうけど、負けても胸を張れる中身の濃いいっぱいだよ。それは違うぜ、フミト。藤原の諦めの悪さ、俺が一番よく知ってる。そこまで来て勝負を投げ出すようなやつなら兄貴が D のドライバーに選ぶものだ。すぐそこだ。どうにかしなきゃ。勝つことには勝った。こんな僅差の勝負になっちまうとはな。大したもんだぜプロジェクト D。 これなら大輝や境が食われるのもうなずけるわな。見つけなきゃチャンスを。諦めないぞ。隙があれば絶対行く。絶対に落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。池袋まであと一駅、気を抜かずに仕事をさせてもらう。仕上げるんですか。それよりなんでロケットなんかに。だいたいあんな巨大な構造物どうやって。慌てるな、トモ。こんなこともあろうかと